バナナが、そう、昨日、デザーフェスでなんか依存症の話、なんか俺がタバコやめたっていう話をして、依存症って言われんのうざいみたいな、っていう話をしとって、なんか昨日あいつと依存症の話しとったんだけど、なんかどうやらバナナは依存症っていう言葉が嫌いらしくて、依存症ってムカつくみたいな。タバコやめれんかったら、タバコ依存症って言われるわけや、みたいな。あれマジでムカつくったいみたいな。言って、だって米毎日食いようやつは米依存症やんって言われんやんって言って、あー、まあ、なるほどね、みたいな。そのなんか、ボクサーパンツ、毎日履いたやつ、ボクサーパンツ依存症やん、みたいな。そうそう、なんか、あー、なるほどね、みたいな。確かに、みたいな。で、なんか、ちょっと話しとって、そう。で、いや、俺思ったんやけど、みたいな。体に害があるものは依存症って言われるんやないと、って言って、解決した。え、解決したよな、かんな、あれな。結局解決したんやったっけ？そのまあ、体に、なんか、その、やめないと体に問題あるものに依存症っていう名前がついとっちゃない病気やしって言ったら、おお、なるほど、みたいな。そうそうそう。ってなって、一応話は終わったっちゃう。そう。あれでよかったんかな。そう。なんか、あいつは依存症が気に食わんっつってたわ。そう。まあ、ディベートの結果やけん、その、体に害があるものは依存症って言われるんじゃないのって、いや、正解は知らん。合ってんの。そうなの。初見です。何をなさってる？あ、今、画面に向かって話してます。よろしくお願いします。みんなと話すの好きなやつです。社会人はほとんどスマホ依存症。まあ、スマホ依存症って、ね、そうね。まあでもずっと見てたらなんか目悪い。ギャンブル依存症は体に害ないけど、ん？死ぬじゃん。俺、いっぱい知ってるよ。ギャンブルが原因で死んだ人とか。めっちゃ害あんじゃん。ガーシーさんはもともとギャンブルでああなってるんだろ。そう、めちゃくちゃ害ある。死ぬんだから普通にギャンブルって人が。いや、あのさ、シンガポール行った時になんかシンガポール人から聞いた話やけん真偽は知らんけど、シンガポールってあのさ、マリーナベイサンズっていうさ、一番上に船が乗っかっとさ、高い高級ホテルがあるやろが、あっこの地下にカジノあるっちゃけど、あっこのカジノのディーラーバリ強いっちゃんね。よくあっこの一番上の船から人飛び降りとうらしいよ。全財産なくしてピョーンって、あっこめちゃくちゃ人死んどらしいよ。そう、地下1階で全部絞り取られたやつが一番上のブレイブメンロードで、うん、で俺はシンガポール人から聞いた、うん、って言ってた。 Many people die って言った。Many people die。 エスポワールです、うん、そう言ってた。ギャンブルはやばいかもな。